ヤードぐらいのアプローチは、得意なのに、短い、このぐらいのピッチショットが苦手という方のための、まあ、練習法というか、まあ、ちょっとスイングを見てないのでわからないですけれども、おそらく短いショットなので意外と振り幅をちっちゃくして、これは間違ってはいないのですが、振り幅をちっちゃくして、そこからインパクトが加速しすぎてしまっているのではないかと思います。ですから短いところから無理に行こうとするから手前に入ってしまったり、ちょっとうまく入ってもこうちょっと強く入りやすくなってしまうのかもしれないです。ですから、やるべきことは少し腰ぐらいまでしっかりバックスイングを取っていく、腰より高くなっても構わないので少しバックスイングを大きめに取っていって、柔らかく、大事なことは力でピンまで飛ばそうとするのではなく、もうクラブが移動した距離でピンまでしっかりボールが届くっていう安心感を振り幅でしっかり作っておいて、そこから柔らかくヘッドの重みで打っていくことが、はい、ランニングアプローチの時なんかも結構、まあ、これ8番アイアンなんですけど、飛ばないようにちっちゃく上げて、このインパクトを強めて意外と転がりが強くなってしまう場合があります。ですから普段より少し大きめのバックスイングを意識して、ボールに対して優しくコンタクトする、そうすると8番アイアンのロフト通りにボールがしっかり転がってくれますので、あまりちっちゃいところからこのように打ちに行くのではなく、ある程度バックスイングをしっかり取っておいて優しくコンタクトしていく、こういうイメージで打っていただけると少しタッチというか感じが出てくると思います。